笠地蔵。昔々、雪の深い山奥に、貧しいが心の優しいおじいさんとおばあさんが二人で住んでおりました。ある年末の頃、米粒一つも残っておらず、お正月を迎えられないと思ったおじいさんとおばあさんは、傘を作って町に売りに行くことにしました。大晦日の朝、おじいさんは作った傘を持って町に行きました。傘はいらんかえ、傘はいらんかえ。と夕暮れまで歩き回りましたが、一つも売れませんでした。諦めて帰ろうとしたとき、雪が降り始めたかと思うと、まもなく吹雪になってしまいました。そんな帰りの道中、道端に目をやると、お地蔵さんが6つ並んでいました。おやおや、この吹雪の中ではお寒いでしょう。ちょうど傘がありますので、使ってくだせえ。そう言って、おじいさんは、作った傘をお地蔵さんにかぶせてあげました。しかし、傘は5つしか用意がなく、最後のお地蔵さんには首に巻いていた手ぬぐいをかけてあげました。傘は売れませんでしたが、おじいさんの心はなんだか温かくなりました。家に帰ってお地蔵さんに傘を差し上げたことをおばあさんに話すと、とても良いことをされましたね。と喜び、二人とも良い気分で床に着きました。お正月の朝、夜のうちに雪は止んで、窓から光が差し込んで、キラキラと輝いていました。そして外からは、楽しい音楽と歌が聞こえて、なんだかにぎやかです。なんだろうとおばあさんとおじいさんが外へ出てみると、お正月のお餅やお飾り、米俵が置いてあるではありませんか。なんじゃこれは、誰が置いていったのじゃ。あたりを見渡すと、道を引き返していくお地蔵さんの姿が見えました。お地蔵様、あなた方の仕業ですかい。おじいさんがそう言うと、お地蔵さんたちは振り返ってにこやかに手を振りました。昨日のお地蔵様がお礼をしてくれたのですかね。おじいさん、これで良いお正月が過ごせますね。おじいさんとおばあさんはお地蔵さんの後ろ姿を見ながら手を合わせましたとさ。おしまい。わらしべ長者。昔々、何をやってもうまくいかない貧しい若者が、どうか私をお金持ちにしてください。と、観音様にお願いをしました。すると、突然目の前に観音様が現れて、こう言いました。このお堂を出て、はじめに掴んだものを大切にせよ。そうすれば、お前は、お金持ちになるだろう。若者は喜び、お寺のお堂を飛び出した途端、石につまずいて転んでしまいました。そしてその拍子に一本の藁をつかみました。はじめにつかんだものってこの藁のことか？これが本当に俺を大金持ちにしてくれるのだろうか。若者が藁を見ながら歩いていると、一匹の
アブが飛んできました。若者はそのアブを捕まえると、持っていた藁に結んで遊んでいました。しばらく歩いていると、立派な牛車がやってきて、中に乗っている子供がこちらを見て、アブのついた藁が欲しいというので、若者は子供に藁をあげました。すると家来の者がお礼にみかんをくれました。おお、藁がおいしそうなみかんになったぞ。またしばらく歩いていると、道端に女の人が倒れていました。喉が渇いたと苦しんでいたので、若者は持っていたみかんを差し出して、さあ、水の代わりに食べてください、と言いました。女の人はみかんを食べてすっかり元気になりました。そして助けてくれたお礼にと、美しい布をくれました。今度はみかんがこんな美しい布になったぞ。若者がその美しい布を持って歩いていると、馬を連れた男の人に声をかけられました。馬が疲れて歩かなくなってしまったのです。町に行って布と交換する予定だったのに、もしよければこの馬とその布を交換してもらえませんか？若者はどうぞと布を差し出すと、男の人は大喜びで布を持って帰りました。今度は美しい布が馬になってしまった。若者は馬に水をあげ、体をさすりながらしばらく一緒に休むと、たちまち元気を取り戻し、馬は立ち上がりました。立ち上がってみると、とても立派な馬でした。元気になった馬を連れて、また若者が歩いていると、今度は引っ越しの準備をしている家がありました。そしてそこの主人が若者の立派な馬を見て言いました。急に二つ隣の村まで引っ越すことになって馬が必要なのじゃが、その馬をわしの家や畑と交換してもらえないかね。若者は馬の代わりに立派な家と広い畑をもらってお金持ちになったのでした。一本の藁がみかんとなり、美しい布となり、馬となって、最後は家と畑になってお金持ちになったその若者のことを、村のみんなはわらしべ長者と呼びました。おしまい。稲葉の白うさぎ。昔々、沖ノ島という小さな島に一匹の白いウサギが住んでいました。この白ウサギ、海の先に見える美味しそうな草がたくさん生えている稲葉の国へ渡りたいと常日頃から思っていました。ある朝、白ウサギは海の向こうにある稲葉の国を眺めながら、どうにか向こう側に渡る方法はないものだろうかと考えていました。すると海から顔を出したサメを見て、白ウサギは何かをひらめきました。サメさん、君の仲間と僕の仲間、どちらが多いか比べっこしないか。サメがぜひやろうというので、ではサメさんは海の向こう岸に向かって並んでおくれ。僕は君たちの背中の上を数えながら飛んでいくよ。それを聞いたサメは仲間を集め、向こう岸の稲葉の国に向かって一列に並びました。もちろん白ウサギは数比べなどする気はありません。
サメたちの背を伝って稲葉の国へ行くのが目的です。こうしてサメの背を伝い、稲葉の国が目と鼻の先まで近づいた時、白ウサギは嬉しくなって、サメさんありがとう、僕はこの稲葉の国に渡りたかっただけなんだとうっかり言ってしまいました。それを聞いて騙されたと気づいたサメたちはとても怒って、仲間たちと一緒に白ウサギを捕まえてウサギの皮を剥いでしまいました。痛い痛い、ひどい目に遭ってしまった、ウサギはそう言って泣きながら休んでいました。するとそこへ二人の旅人が通りかかりました。その旅人から早く傷を治すためには海水で体を洗い、風のよく通る岩の上で太陽の光を浴びて乾かせばよいと言われ、教えてもらった通りにしましたが、塩が傷口に染みてさらに痛くなってしまいました。ウサギが痛みでうずくまっているところに旅人がもう一人やってきました。この旅人が言うには、まず川の水で体を洗い、ガマのホワタにくるまって休むと治りが良いと言われたので、その通りにやってみると痛みが消え、白い毛も生えてきて元通りの体になりました。白ウサギを助けた心優しい旅人は、なんと大国主の御事と呼ばれる神様でした。その後、白ウサギはおいしい草であふれた稲葉の国で幸せに暮らしましたとさ。おしまい。お話は面白かったぶ？チューブとお友達になってくれたら、絵本のプレゼントとかお知らせを送るぶ。動画の説明欄からお友達になってぶ。これからも楽しい絵本をたっぷり。